マウスってネズミのマウス。そうです。キャラクターですね、事務所の。そう、事務所のホームページ見ながら書きました。かわいい。はい、どういうことですか？やっぱりなんといっても、うん、私が声優さんという、うんうん、そう職業になれたのはもう、うん、マウスプロモーションがなければもう私はずっとフラ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 しちゃう、やりたいことを次から次へと言っちゃうタイプだったので、こうなんか落ち着かせてくれた場所には感謝ですね。あとはやっぱり養成所に入ってから、うん、養成所の中で友達がたくさんできたりとか、うん、あとは所属してからお仕事させていただく中でも、うん、こう先輩さん方と一緒にお仕事させてもらったりとか、うん、でも、うん、マウスの先輩さん方って私昔アニメこう見てた時に、うん、もう何度も目にするような方々ばかりなんですよね。だから、あ、私が今までエンドクレジットでずっと見てた声優さんとなんか同じとこに書いてある、あれこれどういうことみたいな、不思議なね気持ちにね、結構本当に信じられない気持ちにはねなりますね。いや本当に、あとマウスプロモーションさん、すごいマウスっていうのも結構縁を感じてて、おうおう、私ネズミ年生まれなんですよ。なのでこれもあなんか入るべくして入れたのかなみたいな、ちょっとそんな気持ちにもなったりもして、オーディションとかでやったって感じ。私は、養成所を入って、うんうん、で2年後にあの査定という、うん、あの入社できるかできないかが決まる試験があって、うん、そこで合格できたっていう形なんですけども、うん、まあ、2年生在籍の間に、うん、ありがたいことにオーディションいただけて、うん、それが受かって多分残れたんですよね。何か聞いてもいいですか、その作品。あのアイドルマスターシンデレラガールズの、はい、あの白雪千代ちゃんなんですけれども、やっぱそれもやっぱりオーディションを受けさせてもらえなかったら、私は千代ちゃんに出会うこともなかったし、いいんですよね、それも、うん、あんまり私養成所に行った頃かそんな目立った動きをしてたつもりはないんですよね。割と真面目にこうレッスンを受けて、うん、ってこう感じで自分からこうぐいぐい目立っていくぞっていう気持ちは、ま、やりたいなとは思ってたんですけど、なかなかうまくできなかったので、こうひっそり頑張ってたんですけど、いやでもね、うん、私が先生だとしても何か感じるものがあって、うん、呼びたくなるあのオーラがありますよ。あの自分が普通って思ってるほど普通じゃない。大丈夫です、はい、私的にはすごい普通なんですけどね。そんなことない、そんなことない、魅力的ですよ、うん、すごく。リコちゃん、同じ事務所で特に尊敬している先輩声優さんとか、はい、仲のいい声優さんとかいる、うんうんうん、やっぱり尊敬してるのは、うんうん、それこそ五十嵐ひろみさんとか、角間愛さんとか、松崎麗さんとか、うん、もう挙げたらキリないです、本当に。もうほぼ全員尊敬してる勢いですね、ですね。だから五十嵐さんは、うん、あの私がそのシンデレラガールズ の、うん、あのゲーム内 の、 そのコミュの、うん、あのか、イベントでその会話するっていうのが多分そうですねあって、うん、でそこでお会いした時は五十嵐さんと一緒の場にいるっていうのが本当に信じられなくて、だから驚きです、今でも、はい、って感じですね。あと仲がいいのは、うんうん、そうですね、ハルセさんは一緒にご飯行かせていただいたりとか、同じ事務所のハルセ夏美さん、ハルセ夏美さんとか、あとは時が近い子とかだと結構仲いい子いっぱいいますね。